F1 サンパウログランプリ主催者は、安全とセキュリティに関する深刻な問題にどのように対処するかについて、FIA に正式な計画を提出する必要がある。主催者は、レース終了前にファントラック侵入について説明するためにインテルラゴスに呼び出された。FIA は、この問題について、レースが終了し、車両がまだコース上にある間に、大勢の観客がセキュリティラインを突破し、ターン1のランオフエリアに侵入した。 イベントに備えて設置されると予想されていた安全対策や警備員、および、または設備が施行されなかったり、十分ではなかったりしたため、観客やドライバーにとって危険な環境が生じた。主催者が国際スポーツ規約に違反したことが判明した。彼らは深刻な懸念に適切に対処する正式な改善計画を FIA に提示するよう命じられた。主催者はまた、FIA ・世界モータースポーツ評議会に、 追加の措置を講じる必要があるか、あるいは改善計画を超えてペナルティを適用する必要があるかどうかを判断するためのさらなる調査を依頼された。同様に、今シーズンのオーストラリア GP の主催者もファントラック侵入により FIA に呼び出された。コメント、F1 サンパウログランプリ主催者は安全とセキュリティに関する深刻な問題にどのように対処するかについて FIA に正式な計画を提出する必要があるという記事。 映像を見ていたら、レース直後に観客が溢れていましたね。いろいろな意味で危ないですね。主催者が国際スポーツ規約に違反しており、深刻な懸念に適切に対処する正式な改善計画を FIA に提示するよう命じられたということ。当然でしょうね。